演武開演。どうも、本日はこちらファミリーマートのおでん第2弾を食べたいと思います。前回なかった具材がいろいろあったので買ってみました。どれも美味しそうです。ではまずは、こちらのロールキャベツからいただきます。お野菜大事。最初に食べたロールキャベツはいわゆるコンソメスープで煮たものとは違って和風だしが染み込んでいて、こちらはなかなか美味しかったですよね。中のお肉の旨味はしっかり増したし、その後シューマイ、つくね、餃子と中にお肉が入った練り物が続いていたのですが、練り物に包まれたものによってただ食べるのとはまた違った美味しさがありましたね。それに包まれているので崩れにくくなっていますし、本当に美味しかったです。さらにじゃがいももホクホクしていてとっても美味しかったです。ただだし巻き卵まであって、ただの卵焼きとは違うおでんのだしが染み込んだ美味しさがありましたね。なんかおでんっていろいろ変わったものの具材とかありますよね。もっといろいろ出てくれないかなと思いつついただきました。というわけでこちらの点数と達成いただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武編入パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。